皆さんこんにちは。今回は 1.4 までで誰を引くべきかって動画です。フォフォとバラ騎士に関してですが、フォフォはこれまでの生存補充、バラ騎士はこれまでの限定アタッカーとしての性能をベースに話します。まあ、フォフォはさすがに優先対象ではあると思うな。ここから大まかな評価基準についてだな。アタッカーは最終的には貫突星4アタッカーでも賄える兆候があり、一方で、ゲームを大きく変えるのはサポーター。勤労や羅刹はゲームを大きく変えたからです。最低2体の限定アタッカーは欲しいが、結局弱点属性のアタッカーがなんだかんだ楽なので、サポーターに満足してるなら全属性アタッカーを集め始めてもいいかもね。ただ、基本的には所持限定キャラ例をベースとしてます。あとは、推しキャラなら好きに引くのが良いと思います。そもそも、この動画は性能基準で考えるので別ベクトルです。ゲームでの最終目標は裏庭などで、模擬宇宙も宇宙の郊外も頑張れば一応星4だけでもいけます。というか、リンクスが実装されたこともあり選択肢は広がってます。ただ、郊外は結構祝福ガチャは考慮しないといけませんね。通常の方は星4でも祝福気をつければクリア自体は可能です。難易度も郊外ほどではないので、あまり考慮してません。それでは、各キャラの特徴を見ます。まずは、不言からですね。不言は容姿の孫悟で、パーティーに最大 HP と会心率バフを巻きつつ、チーム全体のダメージ軽減、そして仲間が受けるダメージを肩代わり、あとは自己回復や必殺技で敵全体攻撃。生存補助能力は基本的には羅刹と同じくらいなのですが、敵の火力がインフレすればするほど、不言が優位となっていきます。ただ、持続ダメージで攻められると、忘却の庭の混沌では祝福でカバーができないので、持続ダメージをそもそもあまりされないという前提がちょっとありますね。まあ、羅刹みたいに仲間が敵に集中砲火でワンパン。という事故は不言だとあまりないというか、大体じわじわ死んでいくので、低耐久系のアタッカーだとかなり恩恵を感じる場面もありますね。続いて性能の発表のあった軽流だね。軽流はスキルと必殺技で層を貯めて、二層貯めて、強化スキル発動。拡散攻撃で、PT 全体事象とそれに応じたダメージアップと。さらに強化攻撃は SP を消費しない。完全に SP を消費するわけではないけど、消費が重くなった陣みたいな感じになりそうだね。ちなみに事象は PT メンバーだけで、自分はしないっぽい説明です。火力はさすがに高そうである。あとは、今のところ氷のアタッカーが、ヘルタと元凶で埋まってしまっているんだよね。元凶は庭のクリアには通用するとは思うけど、基本的に介護必須で、適当に使いづらいキャラであるのも事実。そんなところに、壊滅なので。それなりに耐久が高そうで、拡散攻撃も可能な軽流が実装。よくアルベルトいれば陰月を引くかとどまる要因。ってのが氷にはほとんどないんだよな。これまで通りアタッカーはある程度好みでいいと思うけど、氷の火力枠やサブアタッカー枠が、ヘルタや元凶だと適当に使いづらいので、結構属性的には希少気味だね。続いてトパーズ。トパーズは、基本的にはペットの豚が本体。開幕敵1体をマークして、その敵に追加攻撃費ダメージアップとペットの豚、カブが、軽減の神君みたいに、独立して行動して攻撃します。スキルを使用することにより、マークの敵を変更できます。マーク中の敵に追加攻撃が命中すれば、カブの行動順がアップします。必殺技使用後は、カブの攻撃数回まで。マークの敵を通常、スキル、必殺技が命中しても、カブの行動順がアップするようです。とりあえずトパーズは追加攻撃キャラで、基本は仲間が追加攻撃すればするほど攻撃回数アップ。必殺技使ってしばらくは、追加攻撃以外の攻撃でも、カブの行動数が増えるってイメージです。そして、重要な能力。秘技ポイントなしで、探索では常時カブが召喚。常時、近くの宝箱索敵と、プーマンの索敵、さらにプーマンが逃げなくなります。さらに、秘技ポイントを消費して戦闘をした後、戦闘終了後獲得できる信用ポイントが増えます。模擬宇宙では、宇宙のかけらが増えます。あとは、一定確率で器物もドロップするようになります。信用ポイント増加は、1日あたりで上限があるようですが、
まさかのこれまでにない勝ちの能力ですね。信用アップはやればやるほど勝ちのある能力だね。炎は今のところ星5アタッカーが姫子だけ。追加攻撃が敵の弱点撃破依存になるので、ちょっと使いづらいキャラ。まあ、初の炎星5限定アタッカーなので、炎アタッカーが欲しい人は狙ってみるといいかもしれません。信用ポイントの部分に関しては、人によると思う。確かに価値は高いけど、基本的にはトパーズ引く星玉で、開拓力回復した方が、信用ポイントに関しては大きいと思う。気になるのは模擬宇宙の方だろうか。宇宙の郊外は今のところ壊滅キャラというか、基本的には陰月か静寂って感じだけど、優越の運命の新しい一手となれるか。あとは、欠片の増加や器物がドロップとかだと、秘技ポイントを考えるとガンガン使えるわけではなさそうだけど、一応緩和には繋がるかも。最後はオゼイレ。オゼイレは知らない人は少なそう。量子巡視キャラで、敵を倒すと追加行動獲得で、大量のダメバフを得られる。オートは相変わらずあれなので、基本的には自分で操作したいキャラだね。多分必殺技とかでワンパンとかタゲ判定が変わる前に倒せれば、オートでもそれなりに充実しそうだけど、基本的には同程度以上相手には AI の都合もあり、オートは不適正かなって思っています。ヒギは一応敵のヘイトを切れるので、敵の追っかけてきてるヘイトを切りつつ任務を進めたりできますね。そして、ホホについて軽く。細かい性能は不明ですが、限定生存補助の流れを組むと、このキャラは間違いなく強くなります。あとは単純に、生存補助は今のところ不限と羅刹がいれば、特に忘却の庭では2編成いるので、抜く理由がほとんどないキャラです。ですので、生存補助の価値はアタッカー以上に採用頻度が高く、基本的には優先するべきです。そして、騎士ですが、物理で知恵のキャラ。知恵に関しては遵守も一応そうだけど、壊滅に押され気味なんだよね。範囲ヒット可能で、少々オートでタゲがずれても、巻き込んでダメージを与えてくれやすかったり、星5壊滅は耐久も陰月以外は高いので、それ以外が現在不遇気味な気がするね。知恵に関しては、大体複数には強いけど、単体には結構弱いってのが、知恵の多数派で、軽減が一応単体でもダメージは伸ばしやすい。けど、どうなるんだろうね。基本的にはサブアタッカーって印象が強め。一方で軽減はサポーターがいないと進化を発揮できないタイプだから。サブアタッカー型か、サポーターへの依存度が大きめになるか。注目ではあるね。ということで現時点での優先度です。個人的には不限を確保して、フォフォを引くことをおすすめ。羅刹持ちの人は、3人目の生存補助は考えた方がいいかもです。3人の比較はフォフォ実装後か、奇跡判明後くらいに動画にしようかな。完全な比較は実装されないとできないかな。アタッカー組は、好きなら引く、あるいは生存補助が足りてる場合は、最低2人は限定アタッカーが欲しいね。トパーズは、信用ポイントのために引くくらいなら、基本的にはその意思でスタミナ回復でいい気がする。トパーズ自身の性能で決めることをおすすめ。あとは追加信用ポイントの1日の上限次第だけど、それは現時点だとわからない。アタッカーは個人的には限定だと壊滅がおすすめです。それ以外は遵守はオートと少し相性が悪かったり、知恵は、全体をまんべんなく削るようってイメージで、メインアタッカーとしては引きづらいなって印象です。まあ、1バージョンあれば1天井分くらいは溜まるので、とりあえず、不限、軽流、トパーズ、ゼイレだと、不限、軽流、トパーズとゼイレ、これくらいの順番ですかね。一応ゼイレの秘技の敵のヘイトを切れるのは結構使いどころは多めでした。ただ、フィールドでプーマンに逃げられると攻撃スカルのやめてほしい。軽く 1.5 組は、フォフォは優先度高くて問題ないと思います。特に不限羅刹を持っていない人。バラの騎士は、クラーラが攻守安定するのでクラーラがいれば、今の段階だと優先度低くて良さそう。というか、知恵なのでクラーラみたいにサブアタッカーとしても使える。という感じになると予想してる。クラーラは壁もできるので、クラーラの方が便利さは勝ってそう。というか、基本的に今は壊滅の運命の星5組が強いと思ってます。という感じかな。アタッカーは究極的には最低2体いればいいので、
それ以外は、お好みでどうぞ。という感じで現時点の評価とかでした。皆さんはどういう予定ですか？よかったら教えてね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。